皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますかおめでとうございます。防弾少年団ジョングクのアルバムが40週間チャートにランクインしました。防弾少年団ジョングクは Spotify チャートでゴールデン人気を続けています。8月2日から8月8日まで、防弾少年団ジョングクのゴールデンアルバムは Spotify の週間トップグローバルアルバムチャートで25位にランクインしました。 昨年11月にリリースされたゴールデンは、週間トップグローバルアルバムチャートで一貫してトップ20にランクインし、40週間連続でチャートインしました。特に防弾少年団ジョングクは、ゴールデンアルバムでアジア人ソロアーティストとして初めて、そして最長の40週間連続チャートインを記録しました。8月2日から8月8日まで、防弾少年団ジョングクはシングルで53位、 7位にランクインしました。タイトル曲、Standing Next to You は Spotify の週間トップソンググローバルで111位にランクインし、それぞれ56週目と39週目にチャートインした。最近ジョングク BTS のゴールデンアルバムは、アジアのソロアルバムで初めて40億ストリームを突破した。一方、ファンタスティックジミンとジョングク BTS はこのチャートのトップを維持している。 ジミンとジョングク BTS は、米国ビルボードチャートで引き続き人気を博している。8月13日、米国の音楽メディアビルボードが発表した最新のチャートによると、BTS ジミンの2番目のソロアルバムミューズは、ビルボード200メインアルバムチャートで32位にランクインした。その後、BTS ジミンのタイトル曲、フープは、 ビルボードホット100メインチャートで24位にランクインし、3週連続でチャートのトップを維持した。ミューズはトップアルバム販売14位、ワールドアルバム2位と詳細チャートに止まりました。それだけでなく、フープはビルボードグローバルチャートで2位、ビルボードグローバル200で5位にランクインしました。その後ジョングク BTS のソロシングルセブンスはビルボードグローバル200で72位、 スタンディングネクストトゥーユーは42位と135位にランクインしました。K-POP ソロアーティストとして米国ビルボードチャートで頭角を表し、チームとしても大きな成果を上げているジミンとジョングク BTS。一方、最近、BTS が2017年に発表した曲、スプリングデーはメロンで10億ストリームを達成したタイトル曲になりました。皆さん、今日の動画は以上です。 ご覧いただき、ありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。